ダニエル・ダリエル・サラザー・デル・ロサリオは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。右ト左だ。現在は、MLB のクリーブランド・インディアンスに所属している。愛称はサリー。2006年にクリーブランド・インディアンスと契約を結んだ。2007年に、参加のドミニカン・サマーリーグ・インディアンスで、プロデビューを果たした。2008年に、アメリカに渡り、この年は、ルーキー級。 ガルフコーストリーグインディアンスに所属した。2009年からの3年間は、レイクカウンティキャプテンズに所属していた。2010年8月にトミー・ジョン手術を受け、翌年途中までリハビリ生活を送る。2011年シーズン終了後の11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために、インディアンスの40人枠入りした。2012年は、 a 級カロライナマドキャッツと a a 級アクロンエアロズでプレーした。2013年は開幕を a a 級アクロンエアロズで迎え、5月にトリプル a 級コロンバスクリッパーズに昇格。さらに7月にメジャー初昇格を果たした。7月11日のトロントブルージェイズ戦で先発し、5回終了まで無安打に封じて6回1失点。 7奪三振の投球で初登板初勝利を挙げるなど鮮烈なメジャーデビューを飾った。翌12日にはコロンバスに降格となったが8月に再昇格すると先発ローテーションに定着。2度目の先発となった8月7日のデトロイトタイガース戦ではミゲル・カブレラから3打席連続三振を奪う回答を見せた。10月1日に行われた タンパベイレーズとのワイルドカードゲームでは先発の大役を任された。シーズン成績は10試合に登板して2勝3敗、防御率3.12の成績を残した。また、50イニングで64奪三振を奪い、奪三振率は11.25と高い数値を記録した。2014年はプレシーズンゲームでは調子が上がらなかったが、 チームの期待を背負って先発ローテーションに入れられた。だが、打ち込まれる場面が目立ち、一旦はマイナー降格した。だが、復帰後は安定したピッチングを見せ、最終的には防御率4.256勝8敗、脱三振率9.8という成績をマークした。2015年も先発ローテーションに入り、この年は30試合に投げて、初めて規定投球回に到達。 防御率3.45チームの勝ち頭体となる14勝を挙げたほか、リーグ7位の195奪三振を記録するなど、大ブレークを果たした。2016年9月9日のミネソタツインズ戦で、右前腕部の針を訴え、負傷降板した。9月12日に MRI 検査を受けた結果、屈筋の炎症と診断され、多血小板結晶の注射療法を受けた。 約10日間のノースロー調整を余儀なくされ、全治3から4週間で、残りレギュラーシーズンは全休することになった。離脱するまでに25試合に先発登板し、防御率3.872年連続に桁勝利となる11勝6敗、3シーズンぶりの10.0勝となる脱三振率10.6オールスター選出等、実力者としての面目を保った。10月25日、 ワールドシリーズのアクティブロースターに登録された。2017年は5月までに3勝5敗、防御率5.50と不調で、6月6日に右肩の故障で故障者リスト入りした。結果この年は23試合登板に終わり、5勝6敗、防御率4.28と3年連続2桁勝利はならなかった。2019年は2年ぶりに実戦復帰を果たしたが、 肩の怪我の影響などで速球の平均球速が2017年以前の95マイルパーアワーから86マイルパーアワーに低下。メジャーでの登板は1先発のみであった。最速時速 161km、平均球速時速 152km のフォーシームが、投球全体の半分以上を占め、ついで約時速 138km のチェンジアップ。 約時速 151km のツーシームを大投げし、チェンジアップをウィニングショットとしている。また、約時速 128km のカーブ、約時速 137km のスライダーの、敬語球種を持ち玉とする。マイナー時代からメジャー昇格後にかけて、チェンジアップとスライダーを武器としてきたが、2015年からカーブを投げ始めたことで、スライダーの割合が減少し、 2016年には2ーシームよりも頻度が少なくなった。ありがとうございます。